スウェーデン領ポメラニアは1630年から1815年にかけて現在のドイツとポーランドにまたがるバルト海沿岸にあったスウェーデン王国の俗領である。ポーランドとの戦争と30年戦争の後、スウェーデンはポメラニアとリボニア並びにプロシアの一部を含むバルト海南岸の広範な地域の支配権を確保した。 1628年からポメラニアのシュトラールズントに守備隊を置いていたスウェーデンは、1630年のシュテッティ条約でポメラニア広告の実効的支配権を獲得した。また1648年のベスト・ファーレン条約と1653年のシュテッティ条約で、リューゲン島、ウーゼドム島、ボリン島と東ポメラニアの一部を含む西、ポメラニアを得る。これらの和訳は、 スウェーデン女王クリスティーナが幼少の頃に協議され、スウェーデン帝国の統治は皇位の貴族が取り行っていた。その結果、ポメラニアはフランスの獲得領土と異なり、スウェーデンに併合されなかった。なぜなら、そこでは1616 16年の農民法が最も厳格に適用されており、併合が濃度性の廃止を意味したからである。代わりに、 同地は神聖ローマ帝国の一部として残り、スウェーデンの統治者は帝国諸侯の一人となり、貴族層は、諸領とその住民に対する責任のすべてを引き続き、追うことになった。スウェーデン領ポメラニアの貴族層は17世紀後半、国王が政治力を回復した際に、権限縮小の対象となった一方、ベスト・ファーレン条約の諸条項は1806年、 新生ローマ帝国が解体されるまでポメラニアにおけるスウェーデンの統合政策の実施を阻止し続けている。1679年、スウェーデンはオーダー川伊藤の所領のほとんどをサンジェルマン安寧ン条約で創出し、1720年にはストックホルム条約でペーネカワイナン、並びにペーネシュトローム伊藤の領土を失った。これらの地域はブランデンブルクプロイセンに割譲され、 ブランデンブルクリオ・ポンメルンに併合されたのである。同年のフレゼリクスボー条約でスウェーデンは1715年にデンマークに奪われた俗領の残りを取り戻す。そして1814年ナポレオン戦争の結果としてスウェーデン領ポメラニアはノルウェーと引き換えにキール条約でデンマークに割上された。同地は1815年ウィーン会議の帰結として プロイセンに移譲された。スウェーデン領ポメラニアで最も大きな諸都市は、シュトラールズンとグライフスバルト、そして1720年まではシュテッティーンであった。流言島は現在、ドイツで最大の島である。グスタフ2世、アドルフ・ポメラニアは1620年代、30年戦争に巻き込まれ、同地の支配者である。 シュテティンコーボギスラフ14世は1628年6月、高以下のシュトラールズントにおいて、スウェーデン国王グスタフ2世アドルフと条約を結んだ。1630年7月10日、この条約はシュテティ条約で、恒久的な同盟に発展する。同年末、スウェーデン軍はポメラニアの軍事占領を完遂した。グスタフ2世アドルフは、 同地の実質的な支配者となったこの時から、グリムニッツ条約に基づいて、ブランデンブルク選定抗、フリードリ・ヒビル・ヘルムが保持していたポメラニアの継承権が確認されたにもかかわらず、ブランデンブルク返境白領に皇帝フェルディナント2世との断交を要求する。1634年、ポメラニアの身分制議会は8名から構成される、理事会に暫定的な統治権を譲渡した。 それは1638年、ブランデンブルクが新聖ローマ帝国の任免権に基づいて理事会に解散を命じるまで存続した。この結果、ポメラニアは無政府状態に陥り、スウェーデン軍は行動を強いられる。1641年には、シュテティーンから評議会が1648年の和役によって、スウェーデンに有利なように同地の権利が調停されるまで、 統治を主導した。オスナブルックにおける和平協議で、ブランデンブルクプロイセンは、ポメラニア公国の一部である東ポメラニアのオーダーガー伊藤を、シュテッティンを除いて獲得する。ダム、ゴルノーを含むオーダーガー伊岸の一帯、ボリン島並びに、流言島とウゼドム島を含む西ポメラニアは、皇帝フェルディナント3世からホードとして、スウェーデンに与えられた。 1653年のシュテティーンにおける調停でブランデンブルクとの国境はスウェーデンに有利なように定められた。トレーベル側とレックニッツ側に沿うメクレンブルクとの国境も1691年に確定した。かつてのポメラニア公国は1653年のシュテティ条約でスウェーデンとブランデンブルクに分割された。スウェーデン領ポメラニアワーオで ブランデンブルクリオ・ポンメルンはオレンジで示されている。ポメラニアの貴族層は、社会の仮想を占めていた濃度に対して、しっかりと確立し、広範な特権を有していた。18世紀末でも、なお、濃度は、地方人口の2、3を構成していたのである。貴族が所有していた領地は、寒区と国土の1、4を占め、アムトに分割されていた王領に分かれていた。 スウェーデン領ポメラニアにおける基地領の1、4はスウェーデン人の貴族が治めていた。公領は当初、その2、3をスウェーデン人の貴族と残りを官人が占めていたが1654年に先代のスウェーデン城クリスティーナが統治することになった。スウェーデン人とポメラニア人の貴族層は通婚し、18世紀中には民族的に区別がつかなくなる。 スウェーデン王国におけるポメラニアの地位は、ポメラニアの身分正義会とスウェーデン政府の協議に左右されるようになる。それは1663年7月17日に、統治制度が提示されるまで成果に乏しく、ポメラニアの身分正義会が、スウェーデン国王に、自らの新しい支配者として表敬したのは1664年になってからのことであった。ポメラニアの王立政府は常に、 スウェーデンの数密院議長でもあった総督を5名の評議員の主席とし、その中には上訴裁判所の総裁、シュテティーン要塞司令たる総督と、王立警察区の総監が含まれていた。必要に応じて、身分制議会、貴族、市民と1690年までは、聖職者もラントタークと呼ばれる地方議会に招集された。 貴族は一地方につき一名の代理人が代表となった。これらの代理人は同様に担当する地方の貴族議会によって権限を与えられていた。市民階級は、例えばシュトラールズントのように政治的特権を与えられた一都市につき一名の代理人が構成した。このラントタークの議長を務めたのは法務官である。議会の第三の構成員は、 当初は10名、あとに5名となった地方議員であり、彼らは身分制議会の指名に続いて、ポメラニア王立政府から任命された。ラントタークの議員は、スウェーデン政府との調停を行い、政体を監督する地方議会を形成したのである。ポメラニアの諸公の間で大きな権限を行使した身分制議会は、1663年の政体によって、 ポメラニアに影響が及ぶ限り拒否権を与えられていたにもかかわらず、スウェーデンに重要な影響を及ぼすことができなかった。しかし、その請願の権利は制限を受けず、1720年にスウェーデン国王フレドリク一世が与えた特権によって立法と課税に参加する権利も付与されている。シュトラールズンとシュテティーン、グライフスバルト及びアンクラムの諸都市には、 自主的な司法権が与えられていた。ポメラニアの法制度は守備一貫した立法権どころか最も基本的な法典が欠如していた上、共通点のない様々な法理に従って運用されていたため、大いに混乱していた。スウェーデンの支配は何はともあれ少なくとも法の支配を裁判制度にもたらす。1655年以降、申し立ては、 初心裁判所からグライフスバルトの上訴裁判所に上告できるようになり、そこではダービット・メビウスが主導した1672年の上訴法に基づき判決が下された。カノン法に従う案件はグライフスバルトの法院に回された。案件は上訴裁判所から1653年に開設され、ドイツにおけるスウェーデン領の最高法院であった。 ビスマールの大震災版所へ上告することができた。第二次北方戦争中の1657年から1659年、ポーランド、オーストリア及びブランデンブルク各国の軍がこの領土を荒らした。スコーネ戦争中の1675年から1679年にかけてはデンマークが領域を占領し、その際にデンマークは流言島をブランデンブルクは ポメラニアの残りの土地を獲得する。1693年に支払われるまで、ブランデンブルクが賠償金の担保として保持した、ゴルノー並びにオーダーガー東岸の土地を除き、1679年のサンジェルマン安例条約で、スウェーデン領ポメラニアがスウェーデンに返還されると、これらの戦役は無駄となる。ポメラニアは、すでに30年戦争で著しく荒廃しており、 続く数年の間に復興することが困難であったため、スウェーデン政府は1669年から1689年にかけて政令を布告し、家屋を新築、再建したものの租税を免除した。これらの政令は頻繁に変更されたものの1824年まで有効であった。大北方戦争は最初の数年間、ポメラニアに影響を及ぼさなかった。 1714年に、デンマーク、ロシアと、ポーランド各国の軍が国境を越えた後でさえ、プロイセンは、侵攻に転じるまでの間、当初はためらいがちな仲裁国として振る舞っていたので、ある。スウェーデン国王カール12世は、シュトラールズンとの戦いにおいて1714年11月から1715年12月の1年間、ルンドに退避するまでポメラニアの防戦を指揮した。 デンマーク軍は、流言島並びに西ポメラニアのペーネカワイ北を奪取した一方、後にアルトフォアポメルンと呼ばれるその川の遺難は、プロイセン軍が攻略した。デンマーク領ポメラニアは1716年4月から、シュトラールズントに置かれた5名の構成員による委員会が統治することになる。スウェーデンの統治とは、対照的に、同委員会は、司法と行政の権利をどちらも行使した。 デンマークは、その際、同国が1712年から1715年にかけて占領した、ブレーメンフェルデン公領での経験に基づいて、艦長を設置し、デンマークノルウェー国王フレゼリク4世の治世において、絶対王政を敷く。この委員会は、大艦のフィリップ・ユリウス・フォン・プラーテン、顧問のハイン・リヒベルンハルト・フォン・ケンプ・ファーベック、JB ・ホーエン・ミューレト・ペーター・フォン・ティーネン並びに、 召官秘書のアウグスト・ジェイ・フォン・ヨーンが構成していた。1720年に、ケンプ・ファーベックが没すると、アンドレアス・ボーイエが公認となっている。1720年6月3日のフレゼリクス・ボー条約によって、デンマークは占領したスウェーデン領の返還を義務付けられたが、同年1月21のストックホルム条約で、プロイセンは、シュテッティーンを含む征服地の保持を認められた。 これによってスウェーデンは1648年に獲得したオーダーガイトーイ島と西ポメラニアのペーネ、カワイナン、そしてボリン島とウゼドム島をプロイセンに割上したのである。デンマークは1721年1月17日、そのポメラニアの領土をスウェーデンに返還した。デンマーク時代の統治記録はコッペンハーゲンに運ばれており、デンマーク国立古文書館で閲覧できる。 失地の回復に向けた、スウェーデンの熱心とは言えない試みは、7年戦争中の、ポメラニア戦役において失敗した。スウェーデン軍は同盟していた、フランスやロシアの軍と協調しようと尽力し、プロイセン領ポンメルニエの侵攻として開始された。この戦いは、間もなく、プロイセン軍によるスウェーデン領ポメラニアの大部分の、占領につながった。百六十二年に、 ロシアがプロイセンと講和すると、スウェーデンも戦争前の現状復帰と引き換えに、戦争から脱落する。この戦争における、スウェーデンの不甲斐ない働きは、その国際的な威厳を、さらに既存した。1812年のスウェーデン領、ポメラニア1806年6月26日の直令によって、ポメラニアの政治体制の停止と廃止が宣言された。 1772年の政治体制、1789年の統合、国防法と1734年の法律がこれに優先することが宣言され、1808年9月1日から履行されることとされた。国王がこのクーデターを承認した理由は、直令による禁止にもかかわらず庶民分が禁定の放棄、 とりわけ、ポメラニアのラントベーアの編成に関する1806年4月30日の法律に抗議して法廷に訴え出たことにあった。国王グスタフ4世やドルフは新しい直例の中で省庁に分かれた統治制度の導入を試みた。スウェーデンの教会法も導入された。国土はスウェーデン式の行政モデルに従いという区分を含む4つの行政区画に分割された。 ポメラニアの身分正議会は、特に、ポメラニアと流言島に関わる問題がある時で、なければ招集されなかった。ラントタークの新体制は、スウェーデンの身分正議会を規範とし、それに基づく会議も1806年8月に、開催され、国王に忠誠を宣言し、支配者として看護している。この革命に続いて、数々の社会改革が実行、計画された。 最も重要なのは1806年7月4日の禁定法による濃度制の廃止である。同じく1806年、グスタフ4世やドルフはポメラニアで新しい大規模な港湾都市、グスタビアの建設を開始させた。しかし早くも1807年にはフランス軍が現場を占領している。スウェーデンが初めてナポレオンと戦い、 破れることになった1805年の第三次大仏大同盟への参加は、1807年から1810年にかけてフランス軍によるスウェーデン領ポメラニアの占領につながった。1810年にパリ条約が調印に至ると、この領域はスウェーデンに返還される。1812年にフランス軍が再びポメラニアへ進軍すると、 スウェーデン軍はナポレオンにこして動員をかけ、1813年のライプツィヒの戦いでロシア軍、プロイセン軍とオーストリア軍を支援した。またスウェーデンはデンマークにも侵攻し、1814年のキール条約によってノルウェーと引き換えにポメラニアをデンマークに割上する。スウェーデン両ポメラニアの命運はウィーン会議の間に 1815年6月4日に、プロイセンとデンマーク、そして6月7日にプロイセンとスウェーデンが結んだ条約によって決した。この方策によってプロイセンはわずか14年前に、ハノーファー領であり、東フリースラントと交換したばかりのザクセン・ラウエンブルクをデンマークに譲り、引き換えにスウェーデン領ポメラニアを獲得したのである。続いて、東フリースラントは、 再びハノーファーに活上された。また、デンマークはプロイセンから260万ターラーを受け取った。戦災を被ったスウェーデンには350万ターラーが送られる。スウェーデン領ポメラニアはノイフォアポンメルンとしてプロイセンのポンメルン州に併合された。スウェーデン領ポメラニアの人口は1764年、新民82,827名であった。 1766年には8万0千名、1802年には11万3千名であり、その約1、4は流原島に居住していた。そして1805年には11万8千112名に達している。参考文献。ありがとうございます。